さあ、では、夏の8日、もう1週間過ぎているんだ。普通の日に、何、プキモン？なんかゲームかな？プキモンっていう、ストーリー同時夢がなんか人気あるのかな？ん？誰だ、この人。わあ、かの有名なダイヤモンドハンター。あ、この人がプキテンかな？やってき、一体何が？どうしてここへ？説明している暇はないな。今すぐに助けまる。友達とグレーマンプレイははぐれちゃってね。はあ。YouTube シティを救う上で不可欠な魔法の金のコインを探してたんだ。そうしたら突然、バン、彼が消えちゃったんだ。ほう。誘拐されたんだろうか。ほう。YouTube シティでは何か奇妙なことが起こっているようだな。僕のダイヤモンドハンターとしての直感なんだけど、彼は骨董品や珍しいものを売るフリーマーケットでコインを探してるかもしれない。ほう。不明な YouTuber が必要。トレジャートラ、あ、トレジャートラックね。なるほど。あ、普通にゲームか。一応取るだけ。で、トレジャートラックへ行くのか。プキモンをプレイしめますってか。とりあえず、プキモン買ってから行くかな。ああ、プキモン置いてるね。ポケモンって感じかな。これだね。はい、買いますよ。で、ああ、中央の風水。仲良くなったんだ、今ので。あ、そのまま、イベントだった。ねえ、雲仙、あなたに来てもらったのは告白しなければならないことがあるから。ええ、なんでしょう。ジジマカロニは友達じゃないの。彼女は私の忠誠心と引き換えに私を有名にするって約束してくれたの。ほう。約束してくれた。当時私は自分の YouTuber としての才能の自信がなくて、彼女の申し出た、受け入れたの。でもあなたに会ってから私はもっと自分を信じるようになったし、ジジにはもう助けてもらいたくないの。ほう。でも、ジジマカロニは忠誠の誓いをすごく重視しているの。私どうすればいい？勇気をもって立ち向かいなよ。なんで泉に来たって感じですから、泉にお願いしたら？素晴らしいアイデアね。泉に行って誰かが現れて、自分をこの状況から救ってくれるように願ってみようかな。泉の効果ね。雲仙、ありがとうね。願い事が叶うといいけど。確かに。とりあえず、ジジに頼まれた用事があるから。ね、ジャンニーのお店でまたグラフィティを買ってくるわ。じゃあ、また。グラフィティ？おう。家の近くに戻された。まあ、良かったといえば良かったね。さあ、じゃあ、トレジャーハントのところに行くんですね。ああ、日焼けも取りたいな。先に日焼け取っておくか。あ、日焼けって寝るアクションだっけ？よし、日焼けするで一瞬寝て、取って。なんか、動画を撮る必要になっても、一応、これ入れておこうか。で、F で。水泳は、あ、海パン持ってたらできるのかな。まあ、とりあえず、ゼーンさんも写真撮っておく。一瞬だけど。投稿。もう仲良くなったね。で、トレジャートラックで話しかけて。なんだか今日は多くやってくるね。何を探してるの？古風な金のコインを探してるんだ。こういった類の品物は売ってない。ああ、それか、本当に残念。すごく奇妙なコインが、ちょっと前まで、そうそう、金のコイン。ああ、悪いね。ちょっと遅かったみたい。おう。
最初にね、白いマスクをつけた変な男性が来てさ、でも、あ、それでジャンニが前に出てきてね、あいつが全てを買っていったんだ。そこにあのすごく変わった子が彼の後についていて、彼からコインを買い取っていったんだよ。彼はもうジャンニのいる服屋さんにいるかもね。ほう。次にアゴラも写真を撮っておこう。なんか下が回ってないよね。ジャンニのお店に行く必要があるね。うん、そりゃそうだ。じゃあこのスクーター乗ってジャンニの服屋さんに行くんだね。お、この人か。すごい有名な YouTuber にあるのがタワーディフェンスの達人でも、プレイですよ。すいません、僕のことを探していたって聞いたんだけど、ここについてすぐに、プリテに会ってもらえるようメッセージ送ってね。彼はもうブティックの中にいるよ。お、君には伝えたいことが山ほどあるんだ。ニューチューブシティの街は危険にさらされてるんだ。お、すべての建造物を破壊することを企んでる地区空間の厄介者がもうすぐやってくるんだよ。タファーディフェンスのようにね。お、でも僕たちが探している魔法の鍵を見つけることができれば、クランピスの軍隊を召喚してこの町を救うことができる。お、それ事実かな。ジャンニーから奪い取らなければあの薄汚れた最強の計画を立てて店に入っていって、動画配信を始めるんだ。そうすれば彼の気をそらすことができる。エゴイストな彼のことだ。君が彼の店を宣伝していると思うなら、そうしたら僕はコインを奪ってやる。レッツプレイ、ドイツのレッツプレイっていう人なんだ。とりあえずいいもの、この中で動画を撮るの。魔法のコイン、あ、ここで次、パルテも写真撮っておこう。入ってないけどね。ジャンニに話しかけておくか。この店は宣伝される店であって、かんだ。この店は宣伝されるべき店だってことは明らかだろうね。宣伝さえすれば僕のこの街での人気も高まるだろうし。お。じゃあ、ストリーミングなんだ。じゃあ、ということで、撮っていきましょうか。アクションゲームね。また目が死んでる。あー、なんとかなった。ギリギリや。じゃあ動画はもうちょっとで上がるのにな。保存しておこうか。店を宣伝してくれてありがとう。この街で僕の人気を確実に高めてくれるだろうからね、と。これでいいの。ついでにこの人にも話しかけておくか。写真撮ってないだろうからね、投稿しておこう。ルーシーにも話しかけて。辛いね、ルーシー。ありがとう。まあ、辛いでしょうけど、頑張って、と。表に出た時にクリアするのかな？魔法のコインを手に入れることができたのも君のおかげだ。さあ、君がコインの所有者になるべきだ。君ならこのコインをきちんと保管する方法を知ってるだろうし。へえ、ありがとう。保管任されて嬉しいよ。いいね、運善。君なら頼りになるだろうなって思っていたから。ブティックに行った時、新しい計画思いついたの。もう魔法のコインを手に入れたから、クランピスの軍隊を紹介しないとね。この儀式は水に囲まれている場所で星がきらめくよりに行うことが重要。ほう。ニューチューブシティのビーチなんて完璧だね。儀式の準備に取り掛かるよ。現地で会おう。ほう。お伺いする必要があるのか。ということは。まだ夜じゃないしね。グランピスの召喚。まずは乗り物に乗って。
動画を編集してアップロードしましょうか。編集する、動画を編集、インリアルライフ迷うね。まずこちらを編集して、いやー、パソコンもレベルアップできるな。とりあえずこれでいいか。で、公開する。うん、この雷が出てる感じがいいだろう。今日もぼちぼちだね。じゃあ続けていきましょうか。魔法のコイン、まずこれをちょっとサイバー、まあこれをちょっとアダムにプレゼントしてみようかな。もういい加減だし。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。